回ご紹介するこのステップは、ウォーのシスコキットという曲についたステップで、この曲専用のステップです。このステップは12カウントで1回終わりのステップです。それでは早速やっていきます。まず最初に、すでにご紹介したポップコーンという踊りから入ります。最初にポップコーンを、左足から3回行うんですけども、ポップコーンで説明した時にはまず1で横に開いて、2で後ろに足を下げる、1で開いて、2で後ろに足を下げる、このようなやり方でしたが、このステップの場合では、1が後ろに下げるところですね。1で下げて2で戻す、1で下げて2で戻す、これを左足から3回行います。後ろ向きでやってみます。1、2、3、4、5で、この5まで来たら戻すときに右足の横に戻さないで、この後ろに下げた左足を一歩前に出します。で、これが6ですね。で、7、8で2回ストンプします。頭からやってみると1、2、3、4、5、6、7、8と、これであとは4カウントをやると終わりです。まず1、2はいわゆるこのタップですね。タップを行います。タップっていうのはちょっとこう床を踏み鳴らすんですけども、ベタ足でつかないで、ちょっとこう、まあこの指の付け根あたり、上足底だけをつきます。そして音を鳴らします。で、その時に前に出すんじゃなくて、若干こうインに、このような感じで、まあ斜め前に出すっていうような感じですね。で、その時にこの7、8から来ると、7、8って踏んだ足を若干下げて、こうその道を作ってあげて、こうインに入れる感じですね。7、8、1、2、ちょっと下がってきます。1、2と。これで先ほどの最初の8カウントで最後1、2、3、4、5、6と一歩出た。で、7、8とやったんですけど、元の位置に少しこう戻るような感じですね。最終的にこうずっと同じ位置で踊れるように1、2と戻ります。で、3、4はまあ同じようにこうこういう感じなんですけどね、体の使い方はまあこういう同じような感じなんですけども、足を跳ね上げて、まず左足から左足を前に、前の内側の方に跳ね上げながら、それを上半身は迎えるような形でこう合わさるような感じで、こうですね、タッチします。手を足にタッチして、今度円でついたら、今度は右足を後ろに跳ね上げて、これもこう迎えるような感じで、上半身でこうサンドするような感じですね。下半身というか、まあ足首ですかね、これは上がってくる。だ、それを上半身は下に向かってこう迎え撃つような感じで、
1 and 2 and 1 and 2 and こんな感じです。タップのとこからやってみると1 2 3 and 4 and 1 2 3 and 4 and で円でついたら頭の8カウントに入ります。1 2 3 4 5 6 7 8と。以上、シスコキットでした。